ウェランド運河は、オンタリオ湖とエリー湖を8つの肛門により結び、標高差51メートルのナイアガラの滝を迂回する。ウェランド運河は、カナダのオンタリオ州にある全長43.4キロメートルの運河。エリー湖のポートコルボーンとオンタリオ湖のポートオエラーを結んでおり、五大湖と大西洋を結ぶセントローレンス海路の一部でも、ある。名前は、ウェランド川から付けられた。 この運河により、ナイアガラの滝を迂回して、エリーことオンタリオこの間を船が行き来できる。年間約4000万トンの貨物がこの運河を通り、運ばれる。また、工業用水や小規模の発電用の水も供給している。ポートコルボーンとポートウェラーの間の標高差は99.5メートルあり、8個の高門がある。現在の運河は4代目で、 1913年から1932年にかけて建設された。1967年から1973年にかけて船の速度を上げるため、また従来の運河を渡る自動車交通の軽減を図るため、ウェランドの東に運河が作られた。この運河はウェランドバイパスと呼ばれる。さらに5代目の新運河計画もあるが実現していない。最初の運河は、 ウィリアム・メリットにより1824年から1829年にかけて、オンタリオ湖とウェランド川までの間が建設され、エリー湖までの延伸区間が1833年に完成した。しかし貧弱な構造は問題を引き起こし、何度か決壊した。この運河は有益なものとはならなかった。そして結局運河会社は1837年の強行に巻き込まれ、 1839年にアッパーカナダ植民地政府に買収された。アッパーカナダも運河経営の失敗や内乱などで消耗し、1840年の合同法で解消しカナダ連合へとなった。ありがとうございます。